はい。じゃあ、この括弧2番やります。下の図1のように BC が10。これが10ね。で、CD が6。の長方形 ABCD がありますと,、えー、と。辺 AB 上に、こ,こね。辺 AB 上に AE イコール 1, 1となるように点 E を取る。だこれ1センチね。1センチってことはこっち5センチね。1センチ5センチ。点 P は頂点 A を出発して毎秒1センチの速さで、辺 AD 上点 D まで移動しと。 ということは A はこれ1 0ンチだから10秒間まではいけるんか A はねここまで10秒間、ね、移動し点 D で止まると10秒過ぎたら止まっちゃうとで点 Q は点 P と同時に点 A を出発して点 P と同じ速さで辺 AB 上 ABE の順に移動しということはこっからこう行ってこっからここまでだから6ンチ5ンチとこれ11秒間は移動できるってことか11秒間はねで点 D で止まると んじゃじゃ,、えー、じゃ点点ん点, e 点 E で止まるんか点 E で止まると点 P が A を出発してから x 秒後の四角形 AQCP の面積を Y として点 P が頂点 D に到達するまでの x と y のグラフを表すとまあこうねまあこれ続きがあるんだけどもはい行きます一番、えー、点 P が点 P これね A を出発してから4秒後の四角形 AQCP の面積をとまあこれこのグラフでやってもよかったし実際書いてもよかったかなじゃあちょっと実際書いてみましょうかちょっとさっき下書きでやったやつがここにあるんやけどもじゃあ4秒後ってことは点 P が4秒見えるかな点 P が4秒後点 Q も4秒後だからこの面積ねこの面積じゃあこの面積はちょっとヘンテクリな四角形なので 長方形じゃあ 10×60 ね六十ね六十からじゃあこの白い三角形を2つ引きますこの三角形は6 ×これこれ6ンチだから 6×6×2 で18、ね、あ十八ねでこっち 2×10×2 だから10ねっていうことは 60×18×10、えー、かってことは32と一番32ね十二、ね、平方センチメートルが回答ですで次 2番。えっと、X の平均が6から10の時の Y を X の式。ということはこれですね。これを言えばいいと。じゃあ6から10のこの X が6の時はまあ48って Y が分かってるんだけども、X が10の時はこれ Y が分かってないと。じゃあこれどういう場面かっていうと、えー、っとね、えー、っと、6っていうのはここですね。この点 Q がここまで行った時ね。点 P も一応ここまで行った時。じゃあ6なんだけども、 点 Q は今度こう戻りますよね。点 Q はこう戻らないといけないと。じゃあ端っこの10端っこの X が10の時どういう四角形になるかだけ考えましょうか。そしたらねちょっと下書きでちょっとき、まあ、綺麗じゃないけどもじゃあ 10, セン10秒後っていうのは X がこ,う、えー、とここで6秒いきましたよね。6秒でこう4秒だから今ここ,こね点 Q は今ここ4センチ二2センチのここここにある感じ。で点 P、えー、はここね。 ということは、この四角形を求めなさいと。x が10のときはね、x が10のときはこの四角形を求めると。ということは、さっきと一緒。これ、長径60だから、面積60から、この白いに引きましょうか。4×10÷2。これ、20ですね。ということは、面積40になると。これ、面積40ね。ということは、ここに書いたんだけども、えっ、ー、とね、x が10のときは、x が10のときは、y が40になると。ここね。 x が10の時は y が40と。ということは648が分かってて1040が分かっているからこれでいきます。えー、直線式いきます。x は4増えて y が8減ってるから4分のマイナス8で傾きもしくは変化の割合マイナス2と。あとはじゃあ y イイコールマナス2 x プラス b と置いてあとは x に 6y に48入れましょう。そしたら切片が60になります。 だから2点が分かるから648と1040が分かるので、えー、2点が分かるから直線式出るとそしたら、えー、あそれで終わりかじゃあ y=-2x+60y=-2x+60、えー、それで合ってるかなス2 x、うん、それで合ってますじゃあ y=-2x+60 ね で次がこれ生徒から質問された問題なんですけども点 P が A を出発してから9秒後9秒後の四角形 AQCP の面積を S とするじゃあこの S をまず求めましょうか S を求めましょうじゃあ9秒後でどうなってるかっていうと点 Q はここで6秒で3秒でここですねちょうどど真ん中千分 AB のど真ん中に来てるとで、えー、っと9秒後だから点,点 P ここですねじゃあ、えー、っとこの面積出せと。 この面積じゃあ、えー、6×10 の60から白いのを引きます。白いのはここの白い三角形は1 × 6 ÷ 2だから3ね。ここの白いのは 3×10÷2 だから15ね。じゃあ6 0ら1 5と3引いてください。そしたら、えー、と42か。じゃあこの S は42になります。S が42ね。 じゃ,あ42じゃあ Y と S の差が6平方センチメートル以下となるのは点 P が頂点 A を出発してから何秒後から何秒後までかと。じゃあねこれはこのグラフのねえー、っとね X が6秒で10秒で11秒までいきますよね11秒っていうのはあの点 Q がこう6秒いって点 E で止まるんだから5秒計11秒はグラフにかけるのでじゃあこの11までいきますよ。 じゃあ x が11の時どういう三角形になっているかと実はこういう三角形になっているとえっと6いって5だからここねこのこれじゃあ、えー、点 P に関してはここで止まってるから点 P ここねで点 Q は11秒後だから6いって5いってここねだからこう1チ五5ンチのここに止まっているとじゃあこの面積出しなさいと一緒だからこの面積は、えー、ともう台形でいきますよ。上底1下底下 でこれ7ねでかける1 0る2でこ35になると35この面積ね、X、が11の時は35じゃグラフグラフつきた次次足すと1135に向かってこう直線引けばいいと1135ということはえー、っと聞かれてるのはこの S つまり42ね42と Y の差が6以下とじゃこのグラフで言うと42だいたい42をこう引くとこことここでぶつかりますよね でこれが42と。でそれとの差が6以下だから36か、まあ、42はどうでもよかったか3 6十六のやつをこう横線引くとそしたらここも 2, 2個あるとここの x がなんぼですかっていう問題かだから42はどうでもよかったかえー、っと36だから結局あいいんかやっぱり42がいるんかえー、っと42があって36だからこっから。 ここまでとこ、えー、こからここまでかそれが差が6以下ですよね。ということはあでもこっちも入るかこっちは s より大きくなるけどこっちも差が、えー、と42から48だから、えー、と差が確かに6になるかということはここからここまでかここからここまでを求めなさいと,ということはねこれが y=8x が分かっててこれが今あこ,れ、ね、ここの直線式出すと x が10から11ね。 ここ十一三十五ですよ。ここね、十一三十五っていう材に。ここ十一三十五って書いたんだけども。X. が十一の時今三十五でしたよね。で、ここの直線式は X. が一増えて Y. が五減るから。Y. イコールマイナス五 X. と。で、計算したら、切片が九十になると。Y. イコールマイナス五 X. プラス九十ね。じゃ、あちょうど、X、Y. が三十六の時っていうのは。 ここの直線式の時ときとここの直線式の時に、えー、ときに y が36っていうのが現れるのでじゃあこれに y=36 代入してください y=8x に y=36 を代入とあとこれ y=5x+90 に y=36 を代入とそしたらここに書いたのちょっと待ってさっき計算したんですけども x が2分の9と5分の54だから y=8x に y=36 を代入して x が2分の9 y=5x+92y=36 イイコールマナスプラス92 y イコール36を代入して y=5 x イコール5分の54とじゃあそれが回答ですねだから結局こっからここまでこっからここまでこうたどれば y が42との差が6以内とになるとこうねそれが回答ですよろしいでしょうかだからこ,のこういう問題っていうのは直線式を出しておかないとかんとけないと直線式をねいいかなはいじゃあもうか確認でこれ y=8x ね これ y イコール -2x プラス60と。で、ここ、最後、x が10から11のときは、y イコール -5x プラス90と。それが出てれば、まあ、計算はしやすかったです。はい、以上。